It's time, 9 p.m. You are listening to 88.8 Loping Radio You call sexy My music, my life Good evening from Radio Kagoe And welcome to my music, my life With me, Yuko Sexy And guys, how's your weekend? Do you feel tired or refreshed?皆様こんばんは。日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。 88.7MHz FM ラジオ川越、この時間は旅するサックスプレイヤーの UKO ゆうこサクシーがお届けしております。 My Music My Life。 この番組は主にインストゥルメンタルミュージックとオートバイについて熱く語る30分間、どうぞよろしくお願いいたします。ということで11月に入りましたけれども、先月10月は思いのほかなんか秋って感じを堪能できた日が多かったと思われるんですが、皆さんの、住んでいる地域はいかがだったでしょうか。毎年ね、こう秋がだんだん短くなって極端なね温度になってきてるななんて騒がれてますけれども、なんか今年の10月は本当にいい秋晴れが続いた日が多かったように感じます。もうね、最高ですよね。なんか日本の四季の中でも本当に過ごしやすい日々が続いてくれたかななんて思ってるんですけれども、でも今年なんか残念だったのが、金木犀がさ、ちょっとちょっと咲くの遅かったのと、になんか香りがそこまで感じられなかったんだよな。もしかしたらね、ちょっと夏が暑すぎたその影響もあるかなってちょっと思ってるんですけれども、そんなわけで、10月の最後、28日の土曜日ですね、山口県柳井市大畑で開催されました、大畑サンセットフェスティバル2023、無事に、こちらもねお天気に恵まれまして、無事に大成功することができました、夏からねクラウドファンディングでね応援してくださった皆様のね、ご支援のおかげもありまして、無事に花火もねものすごい綺麗に上がってましたね。このラジオを聞いている方でね、もしかしたら現地までね、行ってくださった方もいらっしゃるかと、いらっしゃるかな本当にね、私は現地まで行くことはできなかったんですけれども、当日はずっと、インスタの方を、遠隔操作といいますか、インスタの方でね、盛り上げていたんですけれども、最後ね、6時過ぎぐらいからね花火が上がるということで、ぜひ現地のスタッフにインスタライブをやってくれというふうに指示いたしまして、私もリアルタイムで花火をね見ることができまして、その時初めて知ったんですけれども、ちょっとねもうサプライズみたいな感じで、私としても感極まって泣きそうになってしまったんですけれども、私が、作りました、海と月の見える街がこうバックで流れながらのね、瀬戸内海に、大きく花火自体は本当に短いんですけれども、すごい至近距離で上がるので、もう本当にダイナミックな花火がね、ちょうど曲1曲分ぐらいの長さでね堪能することができました。結構たくさんの方がねインスタねこうストーリーで上げてくださって、本当なんか泣けてきましたっていうコメントがたくさん入ってたので、私たちとしてもねそういうやっぱり言葉を聞けただけで、ああやってよかったなっていうふうに今回も思うことができました。本当に本当に皆様ありがとうございました。そして現地のねスタッフの皆様もご苦労様でした。またね来年も開催できることを、祈っております。ということで本日も1曲お届けしたいと思います。今日はね、ジョン・コルトレーンがもともと作った曲ですけれども、1曲ねお届けしたいと思います。私の大好きな1曲です。
Alright, so now let's kick off the show with this track right here on Body Rich Moment Notice。 ライブ音源でお届けします。インストで映画音楽のコーナー。本日は働く女性たちへ送るゴージャスサクセスストーリー、プラダを着た悪魔。2006年のアメリカ映画なんですけれども、こちらも当時話題になりましたね。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、簡単にストーリーご紹介したいと思います。ニューヨークにやってきたアンディ。おしゃれに興味のない彼女が世界中の女性たちが死ぬほど憧れる仕事をひょんなことから手にしてしまいます。それは一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタント。しかしそれは今まで何人もの犠牲者を出してきた恐怖のポストでした。ミランダの要求は悪魔的にハイレベル。朝から晩まで鳴り続ける携帯と横暴な命令の数々、そしてセンスゼロと酷評され、アンディはこの業界が努力とやる気だけでは戦えないことを思い知らされます。キャリアのためとはいえ私生活はめちゃくちゃ。彼氏の誕生日は祝えないし、友達にも愛想を尽かされてしまいます。この会社でこのままでいいの？私って本当は何をしたいんだっけ？という感じなんですけれども、主役はですね、アン・ハサウェイ。もうアン・ハサウェイがね、最初ね、もともとめちゃくちゃもう高身長でね、もう目もパッチリお人形さんみたいな彼女なんですけれども、最初ほんとね、ユニクロみたいなユニクロで売ってそうな感じの、まあよくあるよくある、あのそんなにこう垢抜けない大学生上がりみたいな、あの別にあのだらしなくもないし、普通の格好であのね会社の方に来るんですけれども、そしてもう一人編集長ですね。編集長役がですね、アカデミー賞女優のメリル・ストリープなんですよ。このねメリル・ストリープがね、もう最初出た最初からもうね、こうなんでしょうね、やっぱり見た目ってすごいですね本当にすごいと思った。もうそれだけで、あ、なんかちょっとこの人近寄りがたいじゃないですけど、あ、ちゃんとしてるなみたいな。そのファッションだけじゃなくて、例えば髪型だったりお化粧だったりもバッチリ決めてくるんですよ。でだん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 、アン・ハサウェイもこういろんなお友達上司の方がね、いい方がいてね、あのこれいいんじゃない、これいいんじゃないみたいな、ヒールをねこれぐらいちょっと高くするとかっこいいわよみたいな感じでね、こうだんだんファッションね目覚めてくるんですけど、もう全然違うんですよ。それだけで同じ人物とは思えないぐらい、もう本当、あ、こんなに素敵に変わっちゃうんだ人ってっていう、もうやっぱりファッションって一番身近な芸術ですよね。ただですよ、やはりね、外見だけどんどん変わっていくっていうのもちょっと問題があるんですよね。やっぱり最後はやっぱり人間は中身ですよ。中身をいかにね、こうかっこよく綺麗に、まあ、いられるかっていうところがこの映画の真相なのかなっていうふうに思います。
まずね、これ冒頭の映画の冒頭の曲が私はすっごい好きで、Suddenly I See っていうケイティ・タンストールっていうアーティストが歌ってる曲でね、こう始まるんですけれども、その曲のちょっとねインストゥルメンタルバージョンのいいのが全然なかったので、今日はこの曲は割愛したいと思います。映画の中もかなりね、おしゃれな曲いっぱい、他にもねマドンナの曲とかね、ジャミロクワイとか使われてますので、ぜひねその辺もねチェックしてほしいなと思います。で、このもともとこの編集長ね、ランウェイの編集長というのは実はね実際に、モデルになった方がいらっしゃいまして、こちらの方がねめちゃくちゃ、私はこっちの、編集長の方を先に、知っておりました。もう世界的に有名なファッション誌ボーグの編集長でありますアナ・ウィンター、彼女ね本当有名すぎてね、彼女のドキュメンタリー映画も、出ているぐらいです。ま、もう本当にねカリスマ編集長で、やっぱりねすごい鋭い目を持ってて、こうなんて言うんですかね、世界中から恐れられている女性なんですけれども、まあ、彼女がモデルになってるんじゃないかと言われてますので、両方よかったら楽しんでいただければと思います。それでは、映画のテーマ曲ともなっております。聞いてください。 Sweet from the Devil Wears Prada。サクシー My music, my life。 ゴーゴーオートバイのコーナー。このコーナーではバイクが大好きな方に愛車を熱く語っていただいたり、全国のおすすめツーリングスポットのご紹介や、初心者ライダーの私ゆうこサクシーが初心者目線でバイクのあれやこれやいろんなことをお伝えしていきたいと思います。本日は、冒頭にもね少しお話ししましたけれども、山口県で先日行われました大畑サンセットフェスティバルというのがあったんですけれども、そのね大畑っていう土地の目の前にある島があるんですけれども、周防大島と言います。このね、略して大島って呼んでるんですけれども、この大島が結構ね、最近ドライブのメッカになってますので、私のおすすめの、お店なんかを紹介したいなと思っております。私もね、柳井の方にライブで結構ね年に何回かね行かせてもらうんですけれども、そのたんびに、行っているお店も中にはあります。まずね、山口県のどの辺なのかっていうところをご紹介したいと思うんですけれども、瀬戸内になりますので、の中でもですね一番広島県に近いエリアになります。こうなんとなく瀬戸内瀬戸内海って、広島県岡山県とかね小豆島とかね、あの辺のイメージが強いかと思うんですけれどもね、山口県もねすごく素敵な瀬戸内海なんですよ。ぜひともね皆さんもねドライブがてら、ツーリングがてら来てほしいなと思っております。いい季節ですしね。まずアクセス方法としては、東京方面からいらっしゃる場合はですね、飛行機で、羽田から岩国錦帯橋空港で降りるのが一番近いですね。だいたい1時間20分ぐらいで到着することができます。今ね ANA しか多分飛んでないと思うんですけれども、まあ、一番手っ取り早いのがこの方法ですね。あと新幹線ですと、広島まで行ってそこから在来線になるんですけども、まあ、こちらもね、お時間にこうゆとりがある時はいいかもしれないですね。で、一番この大島大橋の最寄り駅っていうのがですね、島の中には駅がないので、島の橋は
橋の近くにですね、大畑、JR 大畑駅というのがございます。ここから、橋を渡って島に入るんですけれども、ちょっとねやっぱり徒歩とかだとねだいぶ厳しいですね。バスもあるんですけど、できればまあ車かバイクかレンタカーかみたいな移動手段がね一番スムーズかなと思っております。それではまず一つ目ご紹介したいと思います。私ゆうこ作詞的おすすめのお店、まずはですね、橋を渡って、島に入ったらすぐ右の方に、行くルートがあるんですけれども、海を眺める、巻き窯料理店があります。その名もサルワーレ。ここはねもうほぼほぼ 100% 私は行かせていただいておりますね。私の大好きなお店の一つでございます。中でも、名物になっているのが生野菜とスモークタンのピザ。これをもうこの一択のために行ってもいいと思います。他にもねメニューいっぱいあるんだけど、パスタとか他のピザとかもねあるんですけども、もうこれだけこれを狙ってぜひとも皆さん行ってみてください。で見た目もねすごいこうログハウスになってまして、目の前が瀬戸内海見れますし、おしゃれな作りになってるので大人気です。大人気なのでちょっと土日の昼時はね並ぶ可能性大ですね。私が行く時はだいたいライブが終わって次の日の平日とか行くんですけど、それでもね天気のいい日なんかはやっぱりね結構お客様がいらっしゃるので、ちょっとねなんて言うんですかね、時間をランチの時間でも遅めに行くとか、ちょっと時間をずらしていくのがいいかなと思います。サルワーレさん、電話番号が 0820-804317、たまにね不定休がありますので電話で、確認してからお越しください。次はですね、だいぶ車で、大島入り口から走りますね。次は3、40分ぐらい走るかな、奥の方に行くんですけれども、中華そば立花屋。ここはねちょっと苦手な人もいるかもしれない。というのはですね、見た目がちょっとねなんて言うんだろう、汚しゅらんっていうかそうなんですよ。もう本当に志村けんさんのコントで出てくるようななんかそんな雰囲気があるような、こうもう結構お年を召した方がねやってらっしゃるんですけれども、ここはね知る人ぞ知る山口県代表もレジェンドラーメン屋さんになっております。見た目は本当に見た目は気にしちゃもうダメです。ここはいりこだしのいりこラーメンとなっておりますのでね、こう魚介系のラーメンがお好きな方はぜひとも行ってほしいなと思います。ここねもう本当入り口から23キロ5キロ離れてますし、見た目もめちゃめちゃ分かりづらいので、必ずマップを入れて行かれるといいと思います。中華そば立花屋さん、電話番号 0820-770132 となります。本当おじいちゃんおばあちゃんが経営されてるお店なので、こちらもですね気まぐれでやってない時がありますので、ぜひともね事前に確認してってください。このコーナーではバイク大好きな人のインタビューも募集しております。ゆうこ作詞のツイッターまたはインスタグラムのバイク専用アカウント @UKO バイクをぜひぜひフォローしてくださいね。以上ゴーゴーバイクのコーナーでした。サックスプレイヤーゆうこ作詞がお届けしておりますマイミュージックマイライフ、そろそろエンディングのお時間となりました。ここで一通メッセージを読みたいと思います。ラジオネームスルメさん、ゆうこさんこんばんは。
私も優子さんと同じ10月が誕生日でした。10月4日ブルースアレー参加しましたよ。いつも以上に幸せそうなお顔でライブされてて、こちらも楽しくなりました。くれぐれもお体大切にして元気なベビちゃんを産んでください。スルメさんありがとうございます。そしてハッピーバースデースルメさん、おめでとうございます。ブルサレもね来てくださったということで、そうですか、そんなに顔に出てましたか。内心ではねもうお腹が気になってハラハラドキドキのライブでもあったんですけれども、まあねこんなねこう一心同体でのライブっていうのも今回が本当に最初で最後だと思うのでね、なんか不思議な感覚というかね、まあ特別なライブになったなというふうにこう思っております。そうですね、もう本当にあとねもうこのラジオがそうですねあと2ヶ月流れて2ヶ月後ぐらいにはもうねこの世にねおそらくね新しい命が誕生してるんじゃないかなと思うんですけれども、もう本当にこう経験したことがないことを今ねこうありがたくも経験させていただいてるわけですけれども、まあ本当にね妊婦さんを舐めてました。舐めてましたね。なんか勝手なイメージですけど、やっぱり最初の3ヶ月ぐらいのつわりと最後の1日の出産は辛いでしょうけど、まあ、そこはなんとなく想像つくんですけど、あと真ん中の期間はハッピーライフだと思ってたんですけど、とんでもねえとんでもないですよ。よくね俗に言われる安定期っていう言い方されるんですけど、とんでもねえですねあれは。これはね本当にやっぱり妊婦さんになったママになったことのある人にしかねこうわからないこの辛さがね、ありますね。安定期っていうのは本当にねもうやっぱり神話でございます。いやーこういうね、まあ、経験をさせていただいたからこそこう世の中のこうお母さんとかにね感謝、もうとにかく感謝ですね。すごいですよ本当に、もうこの歴史ね、人間というものが誕生してからのこの お母さんたちのこのね偉大さっていうのを本当に、肌でしみじみと感じている毎日でございます。そんなわけでございまして、11月からはですね本当にライブ、来年までお休みなんですけれども、頑張ってね今ね譜面を書いてますのでね、そちらもお楽しみに。この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ UKO ラジオでつぶやいていただければ番組内でピックアップしていきます。またゆうこ作詞公式 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもやっていますので、ぜひともフォローやチャンネル登録していただけるとありがたき幸せです。 Alright? それでは皆さん、また笑顔で第1、第3日曜の夜9時ラジオ川越でお会いしましょう。お相手はサックスプレイヤー UKO ゆうこ作詞でした。Thank you for listening to My Music My Life on Radio Kagoe. See you!